今回はチャンネルの特別企画、あるダンサーさんに密着しました。東京六本木、この街で生きる女性がいます。今回の主人公、いちご。いちごは夜、この街で働いています。店はこのビルの地下2階にあります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。バーレスク東京、いちごはこの店でショーダンサーをしています。そのカラーケースは何ですか？これは衣装ボックスです。どんなのあるんですか？こんな感じのやつとか。これ水着ですか？これ下着です。一応下着。下着。これとか。接客の衣装は自分で用意します。それも下着ですか？何を着るかはその日の気分で決めます。あとこれとか、こんな感じのやつとか。これも下着ですか？これも下着です。普段はいつもこのキラキラのブラジャーをつけて、でこれ着るって感じですね。黒いのばっかですけど、なんか黒が一番似合うかなと思って、あとやっぱ引き締まって見えるんで、黒はいい感じかな。黒はいちごのこだわりのようです。いちごがこの店で働き始めて12年。きっかけは友達の紹介でした。結構赤いですね。リップは真っ赤です。理由があるんですか？やっぱり派手な衣装を着るんで、こう衣装に顔が負けないようにと、赤が一番女っぽく見えますよね。照明も明るいんで結構色が飛ぶんですよ、化粧の。そういう時にやっぱこう唇とか目とかほっぺとか、こうある程度は分かりやすく化粧で艶っぽく見えるから。ネイルもなんか、これはあのいろんな衣装を着るんですよ。着物系だったり、こうセクシーなコルセット系だったり、レオタードだったり、いろんなの着るんですけど、やっぱどの衣装を着てもこう違和感がない、違和感がなくて一番女性らしいかなと思って、毎回赤です。ずっとリップにネイル、これもショーダンサーとしてのいちごのこだわりです。朝礼します。集まってください。開店前の朝礼です。おはようございます。おはようございます。まず最初に始まる前に空気が作れてるかどうか、これも挨拶回ってる段階でお客さんの心をあの解きほぐしてるかっていう下地がまず大事だし、要はショーを見てもらう姿勢になってるかどうか、これまず作れない。所属ダンサーは19歳から30代前半まで、1日のショーで30人が踊ります。いちごはこの店では年長組、店のリーダーです。ちょっと日々のことでもう一回再確認なんですけど、この間もなかなかフロアに出てこないダンサーについて、怒んないと出ないからさ、怒るな、怒ってもでもさ、誰かしてるの、もうそんなんだったら、そんなマインドだったら俺ここにいる必要ないと思うんだ。本当に絶対来てくれてる人を楽しませようっていう、その前向きな姿勢がなかったら絶対にまた来るってならないからさ、っていうことは本当大事だってことは常日頃本当思ってほしいなって思ってます。一人でも絶対新規のお客さん絶対来ると思う。
そういうお客さんをいかに取り残さないで要は楽しんでもらうかっていうことが要は未来のお客さんを作るってことなのね。でそれとはまた別に、常連のお客さんとかファンのお客さんには居心地の良さっていうものを提供させてあげることがまた次のリピーターにつながるっていうこと。でもそのお客さん何を求めてここに来てるのかなっていうのを感じ取ってどうしてほしいのかなっていうのがそういうお客さん目線になって立ってまず考えてアプローチしてあげることってめちゃめちゃ大事。もうこの能力がないと多分いつまでたっても自分から何かできる人にならないと思う。だから本当にそこを感じ取ってほしいんですよね。では挨拶していただきます。起立。そしていつもの合言葉、大きな声お願いします。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。少々お待ちください。少々お待ちください。かしこまりました。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。チンバですか。チンバですか。人を楽しませるか楽しみです。人を楽しませるか楽しみです。せーの、レボリューションしよう。はい、お願いします。お願いします。これ、S テーブル汚いからちょっと聞いてみる。ショーの始まりは午後7時。一日に行われるショータイムは全部で3回。ステージのセンターで踊ることをここではクイーンと言います。クイーンはショーの主役、ショーダンサーにとって花形です。イチゴのセクシーな踊りが客を魅了します。ショーのない時間帯はお客さんと話します。うわー、イチゴです。はじめまして。ありがとうございました。セクシーでした。見てました。イチゴという名前はいちごパフェが好きすぎてそれを名前にしてしまったそう。そんなお茶目なところも魅力なのかも。午前1時、店の営業が終わりました。ステージにダンサーたちが集まっています。深夜の自主練習です。イベントや新作ショーのたびにダンサーたちは振り付けを覚えなければなりません。この日は後輩のイベントのための練習です。いちごが後輩に見本を見せます。いちごをこれの真ん中に置いて、あ、行きます。行きますよ。はい、行きます。で結構ミーマンが出てで、これをどこカット小さいものにしたいかっていうスピードがつくから、乗るだけ。ありがとうございます。回るね。先輩の動きを見るだけで勉強です。難
昔でも酔い止め飲んで練習したの、これやると。入りたての新人から10年近いダンサー歴のベテランまで、いちごは教えます。 ありがとうございます。練習が終わって帰ります。外は明るくなってきていました。服装とか結構なんか地味なような気がするんですけど、イメージだとハイブラック系とか多い気がするんですけど、どうなんですか？なんか私あんまブランドとか興味なくて、結構服とかもあんまり高いのとかは買わないかも。ユニクロとか、あとグレイルっていう、あのプチプラの通販サイトがあるんですけど、とかが多いかな。ワンピースで3000円しないとか、これも多分2000円とか、かわいい、かわいい。私もともとずっとダンスは4歳とかからやってたんですけど、こう自分がこうメインで踊りたいっていうか、あ、すごい転職だなと思って、で続けてたら13年目かな、経っちゃったみたいな。まあ、いちごさんってリーダーじゃないですか。10年以上もやってるわけじゃないですか。ベテラン手当ってつくないです。昨日入りましたみたいな新人と同じってことですか？あ、そうです。まあでも好きなことをやらせてもらってるから、やっぱね。13年目のベテランにもシビアな世界。誕生日と周年ですか、基本は。イベントは、あ、イベントですか、はい、そう、基本2回かな、誕生日と周年と。その2回手伝ってもらうがために、他の人の手伝う方が全然多いわけじゃないですか、2回どころじゃないわけじゃないですか。そうですね。でもなんか協力したい、やっぱり自分も協力してもらってるし、やっぱこうショー常にね、毎日普通にショーは一人じゃできないから、だからこうみんなで作るものだから、こうみんながこういうことやりたいんですよねって言ってきたら、あ、それいいからお手伝いさせてみたいな気持ちになる、普通、自然に。本心からそう思ってるんですか？あ、思うよ、全然。やっぱショー好きだから、なんか新しいこととかどんどんやりたいし、未だに全然やりたい。まあ、そういう気持ちがないとやっていけないですかね。そうそう、みんなで作り上げないといけない、協力し合って、そうじゃないと続かないっていうか。そう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 、やっぱ自分が自分がだとね。後輩のイベントの練習を終えて帰る始発電車。もう疲れて、もう横は寝ても寝たいとかじゃないですか？なりたいですよ、今すぐ。そんなイチゴ、実はある不安を抱えていました。